センサー発見。よいしょ、センサー発見と。ここだな。これが原因で、あれか、電車があれしてるわけだ。あれしてるんですよ。スキャンかなんかなのかな。あ、これか。これだとケーブルが多すぎるよ。信号に干渉しちゃう。ああ、何に繋がってるんだろう。よいしょ、この先か。いや、すげえ便利だな、これ。どういう能力なんだよ、スキャン。違う違う、開けるのよ。こうか。マイガッシュ。敵に警戒されると、ハテナアイコンが表示されて操作が開始される。見つかると、びっくりマークになるよ。そっちこそ誰？こんにちは。ボコボコにさせてくださいね。あ、まだ息がある。どう？え、信号中継機が妨害されてる。あ、ぶっ壊しちゃった。あ、これかこれか。はい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 。うん、この装置すごいな。もったいないけど、センサーが治ったよ。何してるの？いたずらっ子を退治しただけ。おまけにあいつらが使ってたおもちゃも発見。ごめん、後でかけ直すよ。何これ。うわ、これ使ってピートが設計したホロドローン作れそう。ガジェットメニュー。ガジェットのホロドローンでバツをホールドして生成しよう。 What?これかい？アクティビティトークンと部品でガジェットをアンロックアップグレードしよう。オープンワールドアクティビティをクリアしてトークンと部品をゲットしよう。これ装置の周波数変わってるな。追跡できるかも。はあ、これと同じものが街中にあるみたいだ。なるほど。これも俺が裏でやるやつだな。多分。ホロドローンを使う絶好のチャンス。ガジェットホイール。これか。ほい。ん？何した今。なるほど。分身出せるってことね。とりあえず、あそこの邪魔なクソったれをぶっ殺して。てめえ。舐めたことしたんじゃねえよ、お前。なかなか体力あるじゃん、あんた。見どころあるね。おめえか。よいしょ。外した。すかしちゃったよ。グーパンチ。後ろからドーン。うう、最高に気分がいいぜ。うい、グーパンチ。よいしょ、避けて避けてからのグーパンチ。ビリビリしちゃうよ。あぶれ。うい、グーパンチ。よいしょ。いやー、もう戦闘もそれなりに上手くなってきたんじゃん。さよなら。アッパー。うー、気持ちいい。オッケー、電車が復旧してるといいけど、おじさんに確認しよう。なるほど。もしもし、ベイビスさん、どんな感じ？信号は来たが、電車が線路にいない。車両基地で何かあったんだろう。アンダーグラウンドがセンサーをいじってたみたい。もしかしてロクソンはニューフォームの輸送に地下鉄使ってる？ロクソン、ああ、地下鉄ってのは乗客用で貨物用じゃないが、プラザができて路線が変わったって話だ。ってことは極秘で使ってるのかも。うん、後で調べてみるよ。それでお兄さんの話してたけど、他に家族は？しばらく会ってないよ。この仕事を始めて環境も変わったしな。会いたいよ。甥っ子とはよく一緒にビートを作ったもんな。その子ならきっとまた会える。他の家族にもね。だといいな。それじゃあ僕はアンダーグラウンドを退治しに行かなきゃ。またね。これか、さっき言ってたやつ。い
発見。部品ね。さ、で今の目的地はどこですか。これがハーレム戦運休。あ、ここだな。よし、行こう。ヤッホー、ただいま到着。アンダーグラウンドが悪さしてる。バレないように倒してみよう。なるほど、ステルスキルだな。急げよ、あいつを引き離さなきゃ。ピンからに切れられるぜ。これ時間かかんだよ。今の何の音だ。うん、なるほど。おねんねの時間。四角でいけるのか。三角でもいけるんだ。こっち見ないで。なるほどね。ピートのバイザー機能を使ってみよう。バイザー機能。ホバリング。はあ、はあはあはあ。位置がわかる。ああ、マーキングできるんだ。へえ。え、こ、な、無限にできんのこれ。え、クソ簡単じゃん、じゃあ。だから、え、こいつってもう、直じゃ無理なのかな。そうだな。誰からやろうかしら。ちょっとなんか、孤立した端っこからやりたい。こいつとかいけるんじゃない。おい、これで逃げると。いいね。スパイダーマンらしいよ。あそこ二人いると厄介ですね。孤立させるのか。だから、違う？こんな感じで。あ、違うんかな。物に打たないとダメなのか。そうかそうかそうか。これで奥の方を、やる。え、ちょっとバレてんじゃん。ダメじゃない。これさ、もういいよ、やるわ。頭きた。やろうぜ、てめえらよ。もしかして君たち、ニューフォームの妨害してる大当たり。うい、ワンツパンチ、避けてパンチ、あ、避けてパンチ、はい、からのパンチキック。ようわからんけどズドーン。クソ簡単だわ。なんだ、雑魚か、お前ら。さては、ういっ、ういしょ。ういしょ、案外やれるもんだな、これ。そこドン。あ、ダメだ、外した。ういしょ。あ、全員倒しちゃった、もしかして。あ、スパイダーマンすぎるわ。それじゃ車両を線路に戻さなきゃ。そうね、制御装置はオフィスかな。向こうか。よいしょ。どうもー。あ、違う、生粋のヒーローすぎるって。よし、ティンから確かリーダーだよね。あ、こいつちょっと怪我しといてあげよう。これか。嘘でしょ、制御装置壊したの。なんとか手動で電車を線路に戻さなきゃ。ウェブもあり。ウェブ、回転台を使おう。回転台を回してウェブで車両を引っ張る。なるほど。なるほど、これをもう一回やるわけだ。よいしょ。で、だから、もうちょっと、これでこうだな。おら、危ない。はい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 。他のも動かそう。あれもか。違う。これで近づいて。なるほどなるほど。R1 を連打。あ？どういうこと？なんだろう。よし。なるほど。あともう一両だね。オッケーオッケー。これを回して、あぶれ。こいつを引っ張ると。えい、あぶれ。で、これを回転と。こんな感じ。やったね、
車両は準備 OK。 うん、あとは電力っと。電力、うん、あれか、よし、これを端末は壊されてるけど、うん、ジェネレーターは無事。ジェネレーター、あ、はいはいはい、よし、これで車両を動かせそう。うん、多分ね、ウェブは電動性だし。あ、ウェブ、え、すごお願い、信頼の地下鉄でしょ。なるほどね。おい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 、街の広すぎるだろ。ねえデイビーさん、今度はどんな感じかな。 あそこ入れねえのか。転倒したよ、ありがとうな。お、いけるいけるいける。あー、ごめんね。また何かあればアプリに投稿してね。また、渡したいものがあるんだ。つまらないものだが。僕にプレゼント？クビにならずに済んだ、せめてものお礼をさせてくれ。ありがとう、そっちに戻るよ。いいね、こういうのちゃんと受け取った方がいいからな、ぶっちゃけ。うん、マイルズ、ヨーロッパに着いたよ。スパイダーマン業の方はどう？いい感じ、近所で陰謀に遭遇しちゃってさ。最高、作戦は？やりながら考えてるとこ。それでこそスパイダーマン。それじゃあ何かあったら電話して。海の向こうだけどいつでも歓迎。オッケー、そうだ、プレゼントありがとう、あれ最高。どういたしまして。おっと、 MJ が呼んでる、切るよ、またね。松潤松本潤ですか。地下鉄復旧でアプリがバズりまくり、依頼来まくってるぞ。例えば、テオの売店から、あのおっさん最高。チェックしとかなきゃ、街中に期待されてるし。今やニューヨークの人気ナンバーワンアプリだぞ。すげえな。ヘルプ終わったらチェックしろよ。億万長者じゃん。慣れてないんだよな。かなり際どかったけど隠し通してるよ。こっちが落ち着いたら見てみる。またね。よいしょ。すごいですね。さっきのあの子、アプリ開発の子。もう今時売れるアプリ作ったら億万長者なんちゃん。フィン、フィンに連絡しよう。ねえ、まだ会えそう。ああ、そうか、あれね、遊ぶ約束取り付けてたもんな。どうもデイビーさん、もう着きます。急いでくれスパイダーマン、アンダーグラウンドが線路に爆弾を仕掛けてる。爆弾、嘘でしょ。復旧されて切れてるみたいだな。急いでそっちに向かう。待ってて、外に出ないでよ。よいしょ。マジ、あいつら、あいつらどういうコミュニティなん。人の数多すぎでしょ。ただのテロじゃないじゃん。テロ組織にしてはしっかりしすぎてるよ。よいしょ。なんかすごいおぼつかない動きしてるんですけど。よし、こんなもんか。もうちょっと、もうちょっと。結構大変な。ふぅ。もうちょっと移動系のスキル欲しいね。もう！急いで止めなきゃ。よいしょ。うわ、マジか。ガジェットホイール、いいのかな。今できた、今のでよくわかってない。よいしょ、ういよいしょ、ういもーらい、ワン、ツー、ヒットか。邪魔するな。お前がいたら余計混乱するぞ。拠点丸ごと爆発する気だ。僕がそうはさせない。何をどうしたらいいんだ、これか。はい、俺はぶっ壊れる。よし、なるほど、次はあいつら。よいしょ、上の線路にもあるぞ。わかった、いやちょっと、今惜しかったな今の言ったらかっこよかったのに。これか、うれ、ワンツー、マイクチェックワンツー、マイクチェックワンツー、バーカ。よいしょ、う
楽しい。よいしょ、うわ楽しい。なんだこの面白すぎる戦闘。交差点のそばにもあるぞ。交差点のそば、マジか。これか。ふいふい、ワンツーワンツーで、向こうか。あぶれ、ういこれで終わり。ニューフォームの輸送方法を調べて、今日は電車を修理。危ない、ちょっとマジか。なんでニューフォームを止めるため、盗むため。ちょちょちょ、強っ。即死なんだけどこれ。違う、あのさ、受けていいダメージ量ってあるじゃん。なんでなのこれ。あっけなすぎるじゃんスパイダーマン。違う違う、そっちじゃねえよバカ、こっちだよ。はい、もうこうね。はいはいはい、もう一個。うわ、いや強いな、こいつが強い、こいつが強い。よいしょ、ういまあ、ここまで殴れたらって感じなのかな。近寄って殴って、よし、いいね、上手に戦えてるぜ。よいしょ、ういふう、楽しいね。こうかで、分身も召喚しながらな。ん？できてねえや。敵どこだよ。こいつ敵か？あ、敵だな。あとも、敵はどこだ？お、こんにちは。よいしょー。ナムさん。やったな。電車は復旧。奴らも消えた。やるじゃないか。大変だったね。次の列車の到着まであと5分です。プラットフォーム中本まで。クリア済み、スパイダーマンが地下鉄を復旧してくれた。彼はよくやってる、アーロン。アンダーグラウンドのせいでスーツボロボロ、パッチ当てなきゃ。ここで集めたリソースを確認しよう。集めたリソースを使って新しい改造をしよう。なるほど。なんだこれ、5秒間ダメージ 50% アップ。パーフェクトドッジを決めたらね。はい。ベノムスタン状態的に攻撃を与えるために HP 回復。近接攻撃のダメージを 25% 軽減。これは攻撃取ります。こんなん全部攻撃取るに決まってるでしょ。新しい改造をアンロック。さらにアンロックする場合や別の改造を装備したい場合はこのメニューで行おう。あ、なるほどね。ここも改造できるわけだ。今はできないのか。デイビスさん平気？ああ、助かった。そうだ、これやるよ。1年乗り放題の地下鉄パスだ。ありがとう。名前はあってか。どうして、もう行かなきゃ。なんで？マイルズ待て。昨日のニュースを見てそうかなと思ったんだ。囚人を手玉に取って戦う、あの動きでピンときてな。家族でバスケやってた時の動きそのままだった。ああ、なるほど。すばしっこさは段違いだよな。大丈夫、母さんには言わない。絶対？約束だ。ジェフにこの姿を見せてやりたいよ。きっとそっとするよ。間違いなくそっとするな。お前が2代目を引き継いだのか。ああ、休暇でいない間だけだよ。そうか、任されたってわけか。そう。その年にしては責任重大だな。僕なら平気。だといいが。なあマイルズ、困ったことがあれば連絡しろ。手を貸すよ。いいな。わかった。ありがとう。いや、いいね。よいしょ。バズってるんだっけ。街にはスパイダーマンが必要。パトロールしてみよう。パトロール、あ、スキルポイントゲッチュー。ガンガン解放してこうぜ。何にしようかな。ちょっと個人的に狙ってんのがね、ここここ。フィニッシュムーブ。あの、左上のさ、ビリビリパンチ出せるゲージあるじゃん。あれを伸ばすことができんのよ。1ゲージ増やしたりみたいな。そこ先に取ろうかなって思ってますね。私のお気に入りのフードトラックが集会に来るの。大きなイーロのロゴを探してみて。
オーケー、情報ありがとう。ああ、そうだ、ちょっといいかな、ハーレム2の母さんに聞きたかったんだけど、アンダーグラウンドって知ってる？ああ、ロクソンの建物を壊し回っている人たちね。この町の若者を勧誘してるみたい。なんで？まさかあなたも巻き込まれそうになったの？ううん、違うよ、おじさんから聞いたんだ。そうそう、リキレイ、これ地下鉄の駅で偶然会ってさ、働いてるの知ってた？いいえ、あの人には関わらないで。おじさんに会わせてくれない理由教えてくれなかったでしょう。前はいつもうちに来てたのに。それはおじさんに聞いて。ちょっと待って、ごめんね、まだ準備中なの。わかった、着実に票を集めて世界を救って。あなたは自慢の息子ね。まだまだ精進しなきゃ。それじゃまたね。あれなのか、選挙立候補してんのか、お母さん。お、犯罪発生中、それは許せませんね。ヒーローとしてぶっ殺してあげますよ。てめえこら、よいしょ、何やってんだよ。呼んだ、なるほど、ダメよダメよ、ちょ痛い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 、そういうのダメでしょうか。小学校の先生に犯罪はダメって習わなかったのかな、君たち。あ、いそうだ、子たちね、ほんと危ね危ね、死ぬ。回復して回復して、殴って得たゲージも全部回復に使ってやろう。ほい、よいしょ、俺がやる、よいしょ、ほい、まだ殴るよ、止まらないよ。スパイダーマンの市民への教育は止まらないからね。よいしょ、反省した。スパイダーマン1点、悪党0点、最高、大丈夫、スパイダーマンに助けてもらった、つぶやいてね、自慢しちゃおっと、無事で何より。なるほど、こんな感じでいいのかな、スパイダーマン家業、ヒーロー家業。スマイルズ、今日どうすんの？あ、ごめん、あれから連絡ないけど。あ、そうだ、ごめん、ちょっとバタバタしてるさ。でももう平気、どこで会う？78丁目とウエストエンドの角。78丁目ってサイエンスセンターのとこ、なんで？いいから、遅刻厳禁。どこだよそれ。78丁目とウエストエンド、行ってみればわかるかな。急いで行こう。どっち？ここか、よし行こう。ラフトの脱獄囚が人質取って道路封鎖してるって。マジ？めんどくせ。こんな、え、集中できねえじゃん。メインストーリーできないよこんな。犯罪をミスミス。こんなにね、見て見ぬふりできるような人間じゃないからね、マイルス君。こんな行くしかないでしょ。てめえらマジで、まあ、教育してやるよ。ですね。はい、グッバイ。よいしょ、教育してやるよ、ザコがてめえ。ドーン、ふう、まだいるね、終わり？あ、全然終わってない。よいしょ、てめえこれ、よいしょ、カナダへおさらばするぜ、ベチコーン、ふう、まだいる？あ、いるね。ダメよそういうの、マジか。え、これどうすんのこれ。ひでえこと言うな。スパイダーボーイは突っ立ってるだけかなんて。あ、来た。このまま逃がすと思った。おお、すげえ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 、なんすんのこれ。あ、四角か。うおほー、すげえ。おらら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 、いい時もあれば悪い時もあるよね。そうね、少しずつだけど囚人の数が減ってきてる。いいですね。さ、じゃあスパイダーマンはこの後デートがあるからね。うー、よし、オッケー。あ、違う違う違う、
三角決定か。あ、上いる。ほら、グータラン、こっち。非常階段がグラグラしてるから、登るとき気をつけて。こんな間違って糸出してしまいそうじゃない。スパイダーマンになった後。マイルス、その糸は何？なっちゃいそう。危ない危ない。なるほど。だからここで会おうって言ったの？来ないからもう帰るとこだった。これ開けるのを手伝って。おお、タイムカプセル的なやつ？タイムカプセルも錆びついたね。暗証番号覚えてる？0930。あれ、なんだっけ？俺の誕生日っすね。0930。嘘だろ？暗証番号暗記しとけよ。0112か。いつ俺がいると思うな。わかりました。暗記します。暗記します。はいはい、ったく。それで、そいつに何入れるつもりだ？教えない。二人だけの秘密。そう。よく言った。秘密は守るんだぞ。ねえ、リック。ロクさんの仕事を引き受けるの？お前、代わりに受けるか？かもね。オファー待ってるとこ。じゃあお前はライバルだな。まあクリーンエネルギーをぜひ俺に統括してほしいってさ、いつも言ってたろ。クリーンエネルギーが世界を救う。さすがガリベンファンクラブ。ああ、噂をすればロクソンだ。すぐ戻るよ。番号を覚えたんだよね。0112な。フィボナッチ数列。そう、今のマイルスの方がイケてるな。髪が、髪の毛がイケてるよ。最高だった。確かに。まだサイエンスセンターに展示されてるかな。だといいな。お、写真付き。わ、見てよ、すごいアホっぽい。リックは大人っぽく写ってるけど。だね。それ何？リックに何かあったの？ひょっとして喧嘩したとか？うん、違う。フィン、なんでもない。なんで会わなくなったのかな。最悪、遅刻だ。行かなきゃ。ねえ、お互いまだ話してないことはあるよね。次に会うときは隠し事なし。いい？うん、やっぱ考えとく。遅れなきゃね。それじゃあまたね、ちびっこ。身長ならもう抜いたけど。こっちはまだ。タイムカプセルを見る。中学の卒業式はほろ苦い思い出。あ、そう。フィンはミッドタウン高校に、僕はブルックリンビジョンズに進学。連絡するって言ってたけど、ここで世界が変わっちゃったんだ。まあ、あるあるだよな。ほんと、フィンに会えてよかったな。他のタイムカプセルも探そう。やっぱり後にしよう。帰って集会行かなきゃ。ちょっとファストトラベルまだできない。乗り放題。お、いける。持ってこい。よかった。いや、そうなのよ。なんかオープンワールドゲーはここら辺で出てくんのよ。1時間半ぐらいでな。これないとやってられんから。スマホを持った。地下鉄のパス持った。家の鍵は？うん、持ったよ。どっか行くの？行こうぜ、遅れちゃうぞ。あら、マイルズ、普通のブーツじゃない。絶対スーツの中に雪突っ込んでやる。え、冗談じゃないの、マイルズ。ほら、念のため。平気だって。俺、マイルズは冗談だと思ってた。靴、あれが靴をかっこいいのに。これだからハーレムってマジ最高なんだよ。お祭りか。森の屋台、街一番の食べ物、最高の音楽。うん、悪くないね。リオモラレスってどう思う？いいですね。母さんが政治家だなんて信じられない。俺にもちょっと教師だったのに。才能あればな。
昔おじさんが町中の壁に書いてたんだよね。やり方を教えてくれるかも。それでまっすぐ線描けるようになるとは思えないけど、ありかも。やり方を教えてくれる。いろんなのがあるんだな。これ何屋さん？ジュース屋さんか。いいね。グロリア、ちょっと心配してきて、それから先のことやる。そうだね、そうしよっか。決まりね。めちゃくちゃここでスパイダーマンとかなってみたいんだけど。お、特殊警察。かっこいい。花を変えて、そういう意味。こっちか。ねえ、ホットドッグ買おうよ。ああ、だろ。アローおじさん、びっくり。来てたの？母さんに見られる前に退散する。この子は友達のガンケ。手伝ってくれてるんだ。ほら、スパイダーの。なるほど。俺の甥っ子のこと頼むぞ。努力するけど手がかかるやつ。ちょっと聞こえてるよ。うわ、いいね、このさ。楽しめよ。この二人はスパイダーのこと知ってるから。なんだろうね。バラしたの？バレてたの？あ、そう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 。帰って詳しく話す。なんかいいよね、この形容しがたい何か。おお、政治家だな。ボラレスさん、ありがとう。見ろよ、ロクソンのやつらめっちゃ警戒しまくってるな。ほんとだ。あ、ロクソンに悪いこと言えないのか。ロクソンがこの町に押しかけ、私たちは多くを失いました。なあ、平気か。うん、ただ前回はパウロのアイスクリームショップ、ニューヨーク一の手作りアイスクリームを生んだ店です。ジュニペロのデイケア、多くの人がお世話になりました。みんなが見守ってるんだし。毎週水曜日と日曜日に歌声を響かせていた聖テレーゼ教会もその一つ。ちょっと、今もなおロクソンは実験的燃料であるニューフォームを街中に輸送しています。危険性を明かさずにです。言うこと言うね、お母さん。俺はロクソンへの警告だ。貴様らが従う男、サイモン・クリーガーは人殺しだ。このプラザはこれまで奴が犯した愚行の遺産。私とアンダーグラウンドがプラザの開設を阻止してみせる。おお、誰？現場で問題です。皆さん、落ち着いて。逃がさねえよ。これ母ちゃんに罪行くんちゃう？なんか着せられそうじゃない？出番だぞ、おばさんは俺が。うわー、これあれだ、変身するために時間かかっちゃうな。あぶねえ。おばさん、どう、来た、ヒーロー登場よ。さ、悪役には死んでもらおうかな。